うまく駐車再生ができない時の確認項目を説明します。駐車再生を行うためにはご覧の条件が必要です。再生禁止スイッチは消灯していますか？点灯している場合はスイッチを押し消灯させてください。駐車再生要求ランプが点滅しブザーが一定間隔で鳴っていますか？駐車再生要求ランプの点滅やブザー音が鳴っていない場合は駐車再生はできません。駐車ブレーキはかかっていますか？確実にかかっていることを確認してください。シャトルレバーが中立になっていますか？安心 PTO スイッチがキリになっているか確認してください。エンジン回転はアイドリングになっていますか？アクセルレバーが動かなくなるまで手前まで引いてください。手前まで引けていない場合がありますので特に注意してください。以上のことを確実に行えば駐車再生スイッチが点滅します。点滅したらスイッチを押してください。しばらくするとエンジン回転が自動的に上昇し再生を開始します。また駐車再生中は先ほど設定したレバーなどを操作しないでください。再生途中で操作すると駐車再生が強制的に中断されてしまいます。以上で説明を終わります。